皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、関ヶ原の戦いと豊臣氏の滅亡についてお話しします。1598年、豊臣秀吉が亡くなると豊臣氏の家臣の中で対立が生まれていきました。その対立、関東を領地として勢力を伸ばしていった徳川家康、この人と五奉行の筆頭になっていた、五奉行というのは豊臣の政権の中で実務を行っていた奉行、五人の奉行、その筆頭になっていた石田三成、この二人が対立を深めて1600年、9月に関ヶ原で戦いました。家康は東軍、三成は西軍でした、ここの戦い、関ヶ原の戦い、このように言います。で、東軍が勝利します。この関ヶ原の戦い、よく徳川と豊臣の戦いと勘違いしている人がいるんですけれど、これは違います。まだ、家康は豊臣を倒す時ではない、まだ滅ぼす時ではないと考えていました。なぜそれがわかるかというと、まず勝利した家康、大阪城に入って秀頼に拝謁しています。拝謁というのは目上の人に会うことですね。そしてこの関ヶ原の戦いの報告をして、その後お戦いの勝利をします。西軍についた、三成側についた人たちの処分、それから東軍についた、家康についた人、この人たちの褒美、こういうのを決めたんですね。でもここでは、豊臣氏の領地も減らしています。それから豊臣と徳川の戦いではないという理由の2つ目ですね。まず豊臣と徳川の戦いだったら、勝った徳川は、豊臣氏を一気に倒したり大阪城から追い出したりするんですけれど、それはしませんでした、秀頼に大阪城から退去を求めていなかった。このことからも豊臣と徳川の戦いではないということがわかります。また家康に味方した大名、加藤清正、黒田長政、福島正則、こういう人たち、これは家康の家来じゃないんですよね。これはこのような多くの大名は豊臣の家臣たちだったんですね。豊臣の家臣がなぜ家康に味方したかというと、これ三成が憎かったと、三成をよく思っていなかったと、そういうことです。なぜかというと、三成という人、朝鮮出兵の時の指揮をした人でした。朝鮮出兵では大名たち多くの犠牲者を出してとても苦しみました。ですから三成をよく思っていなかったと、こういうことなんです。それで三成を倒したかったということです。それから、正月、在京の大名、京都や大阪にいた大名、この人たちをまず秀頼に挨拶に行きました。つまり自分の主人に最初に挨拶にすると、挨拶に行くと、そして次に家康のところに挨拶に行くということで、まだ自分の主人、これは豊臣であるということを、このことから分かるんですね。この時家康はもちろん天下を狙っていたでしょうけれども、まだ豊臣を倒す時ではない、こう思っていたんですね。家康はしっかりした体制と枠組み、これを作って土台を固める時だと考えていたようです。そんな家康にチャンスがやってきます。1603年の2月、家康は朝廷から征夷大将軍に任じられました。そして江戸幕府を開きます。征夷大将軍というのは武家の統領ですね。ですから武家の統領は全国の武家に対して命令をすることができます。この秀頼が関白になったとしても、関白は武家に命令することはできないんですね。命令することができるのは征夷大将軍ですから家康だけなんです。そういう立場になった、でも家康ここでまだ我慢します。幕府を作って幕府の仕組みをしっかり組み立てていっています。そして
いよいよ豊臣氏を滅ぼす時が来ました。豊臣も、ね、徳川の家来になれば滅ぼされなかったんでしょうけれども、豊臣はそれを拒みます。そして家康はなんとか豊臣を滅ぼす口実を探すわけです。それがやってきたのが1614年、秀吉が建てた宝庫寺、これ地震で壊れちゃったのを再建させました。その宝庫寺のお寺の釣り鐘、そこに文章が書いてあったんですけど、その文章の中に国家安康、こういう文字を見つけるんですね。ここの赤丸がつけてある2つの文字、家康ですね、家康を別の文字が切っていると、これは家康を呪っているんだと、このように言いがかりをつけるんですね。そして大阪城を攻めました。これを大阪冬の陣と言います。でも秀吉が作った大阪城、とても堅固でなかなか攻め落とせません。そこで家康は、秀頼のお母さんである淀美がいる場所を狙って大砲を撃ちます。でこれにびっくりした淀美ね、和睦をしようということになります。ね、大阪城の外堀を埋めるという条件で双方和睦をしました。しかし家康は外堀だけじゃなくて内堀まで埋めて、大阪城の周りは、ね、堀が全くなくなった状態になるんですね。そして翌1615年5月、ね、大阪城で戦の準備をしているという噂を利用して家康、大阪城を攻めて豊臣氏を滅ぼしました。これを大阪夏の陣、このように言います。今回は関ヶ原の戦いと豊臣氏の滅亡についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。この赤い丸で囲んである部分ね、テストに出やすいところなのでぜひ覚えてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。